日本神奈川県横浜市中区諏訪町諏訪町は神奈川県横浜市中区の町名。住居表示未実施で地町目は設けられていない。郵便番号は231-0863。横浜市中区の中部、山手の大地に入り込んだ宿に位置し、西から北、東の三方向を山手町、南は千代崎町に接する。南部に横浜市立北方小学校。 北西部には、町名の由来となった諏訪神社がある。町を南北に、かつてのブルワリーにちなんで名付けられた、ビアザケ通りが通る。面積は0 0 2 7トルで、2016年10月現在、102世帯192人が暮らす。町内に、鉄道は通っていないが、ビアザケ通りを経由して、山手駅と港の見える、丘公園。 桜木町駅を結ぶ横浜市へ、バス20系統が運行されており、北方小学校前のバス停がある。かつての倉木郡北方村商業天沼の一部で、1873年に県による町並み整備により起立した。1889年に横浜市に編入。1927年に区政施行により中区の町名となる。町名は、 町内にある諏訪神社にちなむ、良質な湧水に恵まれ、現在の北方小学校の校庭付近には池が広がっていた。1870年に、ノルウェー系アメリカ人一種ウィリアム・コー・ブランドは、ビール作りに適した、この水を利用し、スプリングバレーブルワリーを開設した。このビール工場は百二十三年に、関東大震災で倒壊し、鶴見区生麦に移転したが、 跡地は横浜市立北方小学校とキリン園公園となり、北方小学校にはビール作りに使われた井戸が保存されている。町内を南北に通るビア酒通りの名称にも名残が見られる。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。